さあ皆さん、はい、本日は本当に大変お暑い中、そしてお忙しい中、うん、ファン感謝デーイベント2022にお越しいただきありがとうございます。それでは最初のチャレンジャーに前に出てきていただきましょう。 A チーム代表吉浜亮平選手、あ、前にマイクのあたりに、はい、ありがとうございます。そして B チーム畑純喜選手、さあじゃあせっかくマイクあるんでちょっと吉浜選手意気込みなど、はい、助走の方が良かったとかやめてよ今日はご来場ありがとうございます。昨日はだいぶしょうもないゲーム見せてしまったんで、いいゲーム見せれるように頑張ります。はい、ありがとうございます。では畑選手も一言お願いします。今日は来ていただきありがとうございます。皆さんに伝わるようにしっかりジェスチャーしたいと思います。お願いします。はい、お願いします。お願いします。ではジェスチャーのお題を決めていきたいと思います。南波さんが今 ね、はい、箱を持っていますので、それぞれ一つ引いてもらって、で他の選手見ないでください ね、他の選手の見せないようにして、まずは自分だけ、はい、確認してください。じゃあ吉浜選手から引きました。先輩からね。自分だけ見ておいてくださいね。自分で見てくださいよ。はい。はい。じゃあ確認したら見ました。確認したら、はい、ナンバーさんに戻してください。絶対いける。はい。絶対いけるという声が出ました。さあそれでは会場の皆さんも準備はいいでしょうか。吉浜選手、畑選手も準備いいですか。はい。あの他の選手の皆さんもあのガヤ入れてもらって大丈夫なんで、ただあれですよ、答えには答えだけは声出さないでくださいね。さあそれでは制限時間は30秒で参りたいと思います。そうです、見てもらって皆さんは分かった時点でどんどんひらがなで投票フォームの方に記入してください。それではジェスチャーゲーム、吉浜選手と畑選手それぞれお題は違います、分かった方から書いていってください。ではいきますよ、そうそう、用意スタートこれは畑さん分かったな。吉浜さんももうあれしかないかなと思うんですけど ねえ、なんか畑さん早くもネタ切れですかね。畑選手音出さないでくださいね。吉浜選手はなんかやったことある人みたいな腰つきですけどもねいいですね、なんかフォークダンスの音楽でね、あの踊りが見れると思いませんでした。さあ3秒前2、1、終了、そこまでということにしたいと思います、はい。まだですね、どっちが回答数、正解数が多かったの発表はまだですが、ちなみに吉浜選手お題は何だったんですか。言っていいですか。はい、言っていいです。ゴルフです。ゴルフうまかったですね。いやいや、やってるんで。あ、やってるんですね、やっぱりね、はい、はい。さあ畑選手もではマイクの方に来ていただいて、畑選手はちなみにあれは何をやっていたんですか。志村健です。なるほど、アインから入りましたもんねアインから変なおじさんと来ましたが、さあ問題は正解者数がどちらの方が多かったか、それが勝敗になります。お、南波さんが今紙を持って帰ってきました、はいはい。では南波さん、はい、発表お願いします。発表します。回答数が多かったA チーム吉浜選手です。吉浜選手勝利ということで、ジェスチャーゲーム第一戦勝者 A チーム、はい、おめでとうございます。さあそれでは続いて、はい、第二戦いきたいと思います、はい。 A チーム代表村田斗真選手、そして B チーム代表大西良太郎選手、では若い2人に一言ずつ意気込みなど聞かせてもらいましょう。村田選手、意気込みですか。はい、多分めちゃくちゃうまいと思うんで皆さん当ててくださいむちゃくちゃうまいと言っておりますが、お題によると思いますよ大西選手はどうでしょうか。僕を見ていてください意外に受けてますね今ね、めっちゃよしよし言ってますけどさあそれでは南波さん、お題のボックスをお願いいたします。はい、はい、じゃあ1枚ずつ自分だけで見てくださいね。で見たら南波さんに返してください。大丈夫、
村田斗真選手、なんか自信ありげでしたが、お題によると思いますよ、やっぱり。さあ、確認しましたか。おっと、キッツーという声が聞けました。うわー、言ってますよ、今度は。よーい、スタート。いやいやいや。何やろう。村田斗真でしょ。おお、なるほどね。いやー、ずっと見ていたいですね、これ。見てるよ、見てるよ。残り5秒です。みんな見てるよ、君たちのこと。4、3、君たちのこと見てる。すごい見てる。1、はい、終了。いやー、やばかったですね。はい。じゃあ、村田選手、回答を教えてください。何のジェスチャーだったんですか？一輪車です。お、拍手だ。拍手ですよ。よかったね、トーマ選手。じゃあ、大西選手、あれは何をやっていたんですか？エビです。はい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 。はいはいはい。そうなんです。なので、エビだったんですけど、うん、エビという回答率はね、5.2%。5%。はい。一番多かったのがウサギ。ウサギ。確かに最後こうやってずっと跳ねてましたね。あとですね。はい。あの何っていうのがあります。何なんだと。集計の結果お願いします。はい。集計の結果を発表します。集計の結果は A チーム村田選手が勝ちでーす。A チーム2連勝。はい。富樫勇太選手、そして B チーム岡本道也選手。では富樫選手から意気込み聞かせてください。はい、簡単なお題がいいです。お願いします。苦渋によると思いますが、簡単なお題を希望しています。さあ、岡本選手は、はい、チーム初勝利目指して頑張ります。確かに今2連敗中ですからね。ここはね、選手会長の腕の見せ所ですからね。そうですね。ではお題ボックスが今手元に参りました。どんなお題？エビは確かに難しかった。おーって言ってますね、総合選手ね。そして岡本選手はちょっと複雑な表示を頭書いてますね。よーい、スタート。なんか見たことあるな、これ。岡本選手はジェスチャーだけど動きがないんですよね。なんだろう、これ。そして元気よく富樫選手が跳ねていきますが、岡本選手はまだ動きがありませんね。さあ、あと10秒です。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。富樫選手、富樫選手、まず、はい、回答を教えてください。何をやったんですか？ウサギです。おお、これ上手でしたね。エビじゃない、エビじゃないと。じゃあ岡本選手はあれ何やってたんですか？自由の女神です。なるほど。でも確かに B チームの皆さんからね、こうやとね、もっと手を挙げろと。そうですね、岡本選手の方はもうそもそもみんな大仏だと思っちゃってるんで。似てるっすね。でもに、いや、全然。え、アメリカの大仏なの、あれは。マイク使ってください、アメリカの大仏ではないんじゃない？はい、確かに大きなね、像ではありますが、仏ではないと。あとね、なんか、変な人をやってるとか。はい、あと、ラーメン屋さんっていう。ああ、湯切り。天空落としみたいなね。はい。あ、正解者はちなみに？ 14 人が正解だった。え、自由の女神で？それ分かってる人がいたってこと？すごいっすね。すごい。いや、岡本さんは全然ガッツポーズできる数字じゃないですよ。今日600人、700人いらっしゃってるんで。ダメですよ。はい。さあ、それでは、はい、南波さん、はい、勝者を発表してください。はい、それでは勝者を発表します。勝者は A チーム、富樫選手でーす。ではですね、今、3連勝で、もうこれ A チーム勝利なんですが、うん、最後の、問題をね、畑さん、やっぱり4ポイント。4ポイントでどうでしょうか？いいですか？いいということなんで。では、最終問題は4ポイントをかけた勝負をしていただきます。はい、A チーム代表、
再び吉浜亮平選手。はい、あ、じゃんけんできますか。では3人のうち負けた人が来るそうです。罰ゲームになってる。はい、吉浜選手です。そして B チーム代表藤谷匠選手、はい、どんな気持ちですか。7ポイント取れるように頑張ります。あ、合計7ポイント、なるほど。さあ、それを受けて藤谷選手どうでしょうか。じゃんけん負けた人が代表でできるチームには負けたくないです。バチバチじゃないですか。いいですね、闘志メラメラです ね。いいですよ。こんなファン感でバチバチになると思いませんでしたが。いいですよ、ゴリゴリの。お題を決めていきましょう。ねえ、7ポイント目指すバーサス4ポイントで逆転するという。さあ、藤谷選手ちょっとうなずいてますけど、お、吉山選手はなんか、お、あ、いけるわ、いけるわ、いってる。よーい、スタート。お、なるほどなるほど、これいい勝負だ、これいい勝負っすね。おお、なんか痛えな、受け身取れないんですから。これでも藤谷選手のすげえわかるね、あれ。さあ、どうやらどちらもスポーツ関係かなと思いますが、さあ、あと5秒です。5、4、3、2、1、終了。なかなか今のはでもすぐ分かりましたよね。始まって3秒4秒ぐらいで、どちらもハイレベルですが、今集計の結果を出しております。今日はですね、様々なゲーム行ってきましたが、ジェスチャーゲームということで今、最終勝負、今3対0で A チーム勝っているんですが、最終ゲームは4ポイント待ちとなっております。つまり取った方が勝利、 A チームが全てのポイント7ポイントを取って 7-0 クリーンシートで勝つのか、それとも4ポイントを奪い返して B チームが逆転勝利を収めるのか、今南波さんの手元に集計の結果が届いたようです。まず南波さん、どんな感じの回答を来てますか。そうですね、吉浜選手の方はもうほとんどの人たちが、うん、当たってるんですけど、ほうほうほう、藤谷選手の方がですね、うん、ちょっと分かれてるんですね、うんうん、ほうほう、はい、例えば何が来てますか。スケートとスピードスケート、うん、あー、痛い、これは痛い、これは全く違う競技だと僕は思うんですけど、これはね、うん、いや、これ思い出してください皆さん、うん、サッカーとサッカー選手は違うっていうくだりがありましたよね。そう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 。さあ、それではまず吉山選手、今ジェスチャーをやったのは何のジェスチャーだったんですか。柔道です。柔道、はい、これはお見事でしたね。そうですね。さあ、藤谷選手は何をやったんでしょうか。スケートです。スピードじゃないわけですね、スケートなんですね。 A チーム吉浜選手ですということで、ジェスチャーゲーム7対0で A チームの勝ち。弱は B チーム、 B チームの人たちにはねえ、あ、じゃあ罰ゲームみんなでエビでもやりますか。じゃあ自分たちのやったジェスチャーをここで4人でね、自分のやったやつをね、はい、はい、それでは行きましょう。40秒、よーい、スタート。あ、岡本選手あれか、そういえばエビ系あれ確かに今見るとスピードスケートじゃないです。いやー、まだですよ、すごいですね、まだですよ、花選手まだですよ、まだ20秒で3分です、はい、まだですよ。ねえ、本物のエビかと思ったらギッフィーでしたね。エビフライみたい、ギッフィー。さあ、まだあと10秒あります。まだですよ。皆さん、あと10秒お楽しみください。はい、このカオス。まだです。いやー、すごいな。3、2、1、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いや、ていうか、道谷選手。止まってるだけでしたね、これもね。はい、ということで、ジェスチャーゲーム盛り上げていただいた、選手の皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。さあ、それでは、お絵かきコンテストに出場する選手の皆さんを
お招きしたいと思います。背番号2番ディフェンダーフレイレ選手、背番号5ミッドフィルダーヘニキ選手、こちら背番号9フォワード山内博文選手、背番号26ディフェンダー小山新太選手、背番号27ディフェンダー元石夏選手、背番号33ミッドフィルダー石坂亮斗選手、そして背番号44ミッドフィルダー菊池大輔選手。さあ以上のメンバーで FC 岐阜のファン感謝祭恒例イベントでございます。お絵かきコンテスト、8選手にやってもらいます。今日はお題を2つ用意していますので、4人ずつに分かれて絵を描いてもらいます。まずはフレイレ選手、そして山内選手、小山選手、はい、準備をお願いします。あ、もう7人だ、ごめんなさい、数え間違えちゃった。7人のうちまず3人ですね、フレイレ選手、山内選手、小山選手。はい、では皆さんに描いていただく絵はですね、ダンスしているザリガニ。マジっすか。ダンスしているザリガニをまず描いてください。通訳さん困ってますよ。あ、でも伝わってますね。そう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 、どうやらそれを描いていい、うん、そうそうそう、イメージ、そうそうそう、ジェスチャーだったら今ので当たりそうですけどね。さあ、日本人選手の皆さんも分かりましたかね。さあ、それでは制限時間は3分間です、はい、最初のお題はダンスしているザリガニ、よーいスタート。さてさて、いいですよ、他の選手の皆さんをよく見ててください。ダンスして、南波さんザリガニかけます、はい、まずザリガニね、うん、だからそのなんでしょうね、このザリガニ全体を描くのか、なんかこうね、ハサミが特徴あると思うんです、そのハサミを大きくね、はいはい、こう描くのか、まあ、いろんな描き方があるかなと思うんですけどね、うん、石坂亮斗選手どうでしょうか。いや、僕だったら簡単に描けちゃいますね、うん、あ、僕だったら描けるね、自分で自分の首を絞めてますね、この後ね、何が、菊池選手どうですか、順調ですか、そちらは。もう最悪ですね。最悪の出来です。最も悪いと書いて最悪です。なめくじじゃないですよ。山内選手大丈夫ですか。あの、うん、関さんでしたっけ、通訳さん、ヘニキどう、音符でごまかします。とてもいいですね。お、とてもいい。ちなみにブラジルにザリガニいるんですかね。あ、今考えてます、考えてます、フレイレ選手考えてます、うん、さあ制限時間は3分ということで、あと半分ですね、今1分20秒ほど経過しています。なんかでもちょっとフレイレ選手怖いですね、ちょっとその絵怖いですね。あと1分半、今ちょうど半分です。いや、小山選手あれだな、あれにしか見えなくなってきたな。ねえ、あれにしか見えないですね。4にしか見えなくなった。あれにしか見えないですよ。山内選手、なんだろう。可愛いのは可愛いんですよ。持って帰るなら山内選手のかなって思うんですけど、どうでしょうね。そして、わあ、すげえかっこいいよ、フレイレ選手の。めちゃくちゃゴールアウトだ、これ。いや、怖いですよね。これ多分ストリートでやってた人ですよね。あ、なんかね、うわ、なんかストリートでやってそう。やってた人だ、やってるやってる。スプレーだったらもっと上手なんじゃないですか、これ。確かに。さあ、残り45秒です。あ、色も出てきた。小山選手は色つけた。色が入ると、あれじゃなくなってきますね、一気にね。そうそうそう。色がね、あるんで。うん。さあ、残りあと30秒です。どこまで仕上がるんでしょう。アディショナルタイムはありません。あと25秒。まあ、お題難しいんですよ、ダンスしているザリガニってね、なかなかなお題が出ましたが、さあ、あと15秒。
10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、ありがとうございます。さあ書き上がりました。いや、なかなかだと思いますが、じゃあまず、フレイレ選手からどうでしょう、書いてみてうまく書けましたか。Eu fiz o Henrik bater no tambor aqui e ela gosta dançando。 あの、ヘンリク選手がこの太鼓叩いて、あの、ザリガニが今ダンスしてるので想像してます。これヘニキがいるんですよ、そこに。これがここに、ここにいるのがヘニキです。弱そうなヘニキ。ね、叩いてる。なるほど。いや、でもなんかね、絵が全体で締まってる、すごいいい作品だなと思いますが。さあ、続いて、山内選手。これはちょっとやばいっすよ、これは。あれはどうでしょう。結構自信はあります。自信ある？はい。可愛くできたかなと思って、うん、可愛いんですよ。あ、か可愛くね、はい、なんか描写っていうよりは可愛さを、そうなんですよ、もうメインで。これダメかな、これなんで3本目のなんかあれ爪があるんですか。これハートです、気持ちを。ハートね、はい、気持ちも込めてやってみました。気持ちも込めて、はい、滑ってる、えぐい。じゃあ次行ってください。わかりました。ねえ、前回ここでマイクを握った時はヒーローだったんですが、今はえらいことになっております。はい、さあ続いて小山選手、手応えどうですか。いや、結構踊ってそうかなっていう感じするんですけど。南波さん、なんか言いたいことありませんか。これだから一回ちょっとね、聞くとこに聞かないといけないかもしれないですね。はいはい、ね、あのつぶ、つぶ、ね、つぶら屋さんにちょっと聞かないと。ちょっとね、怒られる可能性は。あのバルタン星人って知ってますか。ああ、世代じゃないっす。ああ、なるほどね。その逃げ方があるか。たまたま似たんですね。なんか AC 言われたら、うん、世代じゃないと。そうそう、世代じゃない。若い選手なんで、はい。なるほど。さあ、ということで、今回は先ほど説明があった通り、コンテストではありません。勝敗は決めませんが、はい、力作揃いだと思いますので、書いてくれた3人の選手に大きな拍手をお願いします。はい、次の組は、まずは、ヘニキ選手。いや、いつも可愛いですね、ヘニキ選手ね。ヘニキ選手はね、太鼓も叩か、ね、今叩いてたし、ね、それから絵も描かないといけないし、大忙しですよ。そうですね、描かれて描いてですから。続いて、菊池大輔選手。個人的にはちょっと一番興味がある。そうね、うまそう。どんな絵を描くのか。なんか、センスが良さそうっていう。ああ、そうそうそう。ね、ありますよね、うん。あ、ごめんなさい、ハードル上げました。ハードル上げといてね。ごめんなさいね。ハードル上げるだけ上げといてね。はい。そして、元石夏選手。お、落ち着いてますね、なんかね。いけそうな。自信ある。自信あります。自信がありますと。はい。そして、石坂亮斗選手。ね、さっき散々先輩のこと言ってましたからね。言ってたからね。ね、俺だったらもっと上手く書けてる。的なこと言ってましたね。はいはいはい。さあ、問題は、お題でございます。うん。南波さん。では、はい、彼らに書いていただくお題を発表してください。わかりました。2回目のお題はですね、理想のデートシーン。おお。あ、ちょっとでも書きやすいかも。まあ、なので、その、なんですかね、シチュエーションだったりとか、うんうん、あとは場所だったりとか。はあ、ははあ、はい。なるほどね。これはだから、またその選手の個人個人のイマジネーションを絵にしていくっていったところでは面白いお題なんじゃないかなと思いますね。確かに。はい。菊池選手はさっきまでと表情変わってきましたけどもね。ブラジルチームは今すごい真剣な。なんすかここ。もうこれからタイムアートとか、ね、このね、ウォールアートでも描くんじゃないか。一体感すごい。一体、フレイレがあの表情なんか言ってる。セットプレイの時の顔ですよ、あれも。友達友達。すげえ、コーチ。コーチ。さあ、それでは二組目は理想のデートシーンを描いてもらいます。制限時間は同じく3分間です。それではいきますよ。山内選手が言えないと思います。はい。よーい、スタート。いきましょう。ちなみに難波さんだったら理想のデートは？理想のデートですか。はい。どうですかね。やっぱりいろんなねところに行きたいんで、うんうん、なんかやっぱ青い空、はい、そして青い海。うん、今の時期だとね、ああ、夏ですね、はい、はいはいはい、うん、それが一番いいかなと思うんですけどね。
選手時代はこうデートってできるもんなんですか。デート、はい、選手時代どうなんすか。いや現役に聞くのやめてください。なんちゃんが現役の時はどう。めっちゃ嬉しそうだから、やめましょうやめましょう。ナンパさんがどうだってめっちゃなんちゃん嬉しそうだから。まあまあ、はい、まあ できるんじゃないですか。できてるんじゃないか、はい、なるほどね、はい、さあ今回はちょっと筆が進むのが遅いですかね。あでも菊池選手はなんかいいですね、構図が見えてきたぞ。あー菊池選手はねなんからしい、うんうん、らしい絵を描いてますけど、そしてヘニキ選手はそこでは赤ではないと思うんですけどね。ヘニキ選手は肩幅が広くて何描いてるのか見えない。あの中に全部描いてあるわけですね。肩幅フレイレがなんかすげえ レクチャーしてる。あ夏選手上手じゃないあれ。あ雰囲気ね、雰囲気がねいい感じ、うん、あと夏選手めっちゃ刈り上げましたね。これ石坂くんはちょっとあれ何やばいっすよ。これあれ何なんちゃん僕よく見えないけど何書いてますそれ。タンバリンみたいな感じ。タンバリンか。タンバリンで言うと、そしてブラジルチームめっちゃ盛り上がってます。見てみないことにしてますけどめっちゃ二人で書いてるんですよね。皆さんも優しい組守ってくださいね。仲がいいです友達言ってましたから、すごい楽しそうに二人で書いてるからもう止められないです。ひどい。これ菊池選手と夏選手は多分シチュエーションに似てますよね。ほんで問題は南波さんやっぱり、はい、小山さんもほら注意してますけど石坂選手が何を描いてるのか全く危ないですねこの絵は。これなんだ。ひどすぎてもうね、デートですよね。これがまずもう怖いっすもん。あ、本当だ。確かに確かにね。確かに棒人間普通こうですよね。それが確かに初めて首が長すぎるのかな。あとそうですね、足と手が同じ視点から生えていると。あの右の南波さんがタンバリンって言ったやつが何かっていうのも気になりますね。さあごめんなさい、盛り上がってたらあと10秒になっていました。あと10秒、はい、残り10秒です。さあどこまで進める。ちょっと忘れてたんで僕があと30秒増やしましょう。アディショナルタイムあと30秒、もうちょっと欲しい。ていうか、おまかいな、ここ。大きな男が2人で。いや。すげえ細かい作業やってますよ。ハート増えたやん。もうちょっと時間欲しい言ってますけど、これはすごいぞ。ナンバさん。これは。これは。これはすごいですね。これ、岐阜県美術館にあるやつですね。ああ、ありますね。ありますね。あとあのピンク色の女性描いた方のやつですかね。ああいうなんか魔除けの人形を昔南の島でお土産ありましたよね。ね、ありました。でこれあれですよね、ヘニキ選手の絵ですよね、うん、そうですね、あのもうメインがフレイレ選手。そうなんです。ほら仕上げを見てください。仕上げがまたね、ほらまたストリートアートになってきてます。はい、ではあと10秒にします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、ありがとうございます。いやーこれはすごいぞ。まずヘニキ選手、これはどんなシチュエーションを描いたんですか。のヘストランチレストランです。レストラン、何食べてるんですか。んコミデタリアナ、あのイタリア料理を。イタリア料理を食べている。途中であのヘニキ選手とフレイレ選手2人でやってました。はい、私のコーチ。私のコーチ。あ頭は難しいね。そうですね、あのルールのことちゃんと伝えていただけました、通訳さん。あ、伝えました。伝えましたか。あ、じゃあ OK にしましょうね、これね。はい、レストランデートでイタリアンということでした。さあそして菊池選手、出だし好調だったんですけど、まずこれはどんなシチュエーションですか。いやもうこれは海沿いデートです、うん、はい、海もわかるしカモメが飛んでるんですかね、はいはい、そうですね、まあ、夏にちょっとパクられちゃったんですけど、はいはい、夏ですね、はい、なるほど、本当全く同じこと書いてますね。完全に俺の見て書きましたね。あ確かに感性が似てるっていう、憧れてるんで僕、感性が似てるって言ってます。
はい。菊池選手、波の一番上、カモメサンバとの間に、ちょっと赤い線が見えるんですけど。まあ、ちょっと夕日が沈んでる感じのイメージしたんですけど、ちょっと、色がなかったんで、ちょっとしょうがなかったです。そうですね。はい、精一杯。色だいぶありますけどね。え色は、夕日の色はないんですよね。夕日の色がない。用意してもらわないと。ああ、それはもうスタッフの不備ですね、じゃあね。あと、2人人物がいるんですが、あれがデートをしている2人と。そうです。何に乗ってるんですか、あれ。ベンチです。あ、ベンチに座ってる。ああ、すみません。花壇かなと思ってたんですけど、人だったんですね、やっぱり。はい。花壇には座らないです。そうですね。海辺のデートということで。ということは、夏選手も、これは、はい。はい、同じになっちゃいますね。うんうん、はい、サンセットを見ながら。じゃあ、もう海に頭入っちゃってるやん、それ。じゃあ、背中っす、これ。背中、かぶってるみたいな、まあ。こっから写真撮ったらこうなって。滑ってます、滑ってます。あ、そうですね。一番滑ってます。うまくいったなっていうとこはどこですか？一番、ヤシの木。ああ、確かに、うん。上手ですね。はい、うん。手応えあり。手応えあり。手応え、まあ、はい、うん、あります。なかなかいい家じゃないかなと思いますね。うん、一番いいですね。さあ、問題作です。まず、石坂選手、これは何を書いたんでしょうか。まあ、見てわかる観覧車デートですかね。見てわからないので聞いてるんですけど、観覧車観覧車ね。観覧車。タンバリンじゃないよね。僕が全力で書いたのは、まあ、観覧車でした。なるほどね。あとね、小山選手が突っ込んでましたが、人物の描き方独特だなと思うんですけど、小山選手どうなってるんでしたっけ。これはどうですか。まあまあうまく描けたんですか。全力です。全力です。で、悔いはないと。はい。この後その絵にサインを入れてどなたかのお家に飾られますが。飾られるんですかね。飾ってください。ぜひ皆さん持ち帰ってしっかり飾ってください。最後になりますが、 FC 岐阜選手会長の岡本道也選手より皆様にご挨拶をしていただこうと思います。それでは岡本選手、はい、こちらへお願いします。ではマイクを、はい、それでは、少し前に出ていただいて、道也選手。はい、選手会長、岡本道也選手から一言お願いいたします。皆さん、いつも応援ありがとうございます。今日は楽しんでいただけましたでしょうか。僕たち選手はいつも皆さんの応援を本当に心から感じてますし、感謝の気持ちでいっぱいです。厳しい戦いが続いていますが、僕たち最後まで全力で戦いますので、皆さんぜひ一緒に戦ってください。今後とも応援よろしくお願いします。岡本選手ありがとうございました。